リエージュ劇場は、ベルギーのリエージュ市にある劇場。古くから、デアトルドラプラスの名で知られていたが、2013年の新施設建築と同時に解消された。フランス語共同体において、ワロニー王立歌劇場、リエージュフィルハーモニー還元楽団と、並び、三大文化施設とされている。リエージュ劇場は1918年に、 ベルギー国王アルベール一世が設立した国立のギムナジウムが起源であり、現在もベルギー国王が創立した劇場として知られる。建物は一度解体され、1939年に再建築されている。1998年にはリエージュ劇場の建物が歴史的建造物に登録された。リエージュ劇場には古くからリエージュ王立音楽院が入っていたが、 1999年に安全上の理由から移転することとなった。2013年には敷地内にリエージュ劇場の一部として新たなホールが併設された。この新施設建設の資金の大部分はフランス語、共同体政府からの出資であった。この際、旧来のテアトルドラプラスからテアトルドリエージュへと改称された。リエージュの街は古くからヨーロッパ各地をつなぐ。 貿易の要衝となっており、芸術のオリジナリティを重んじるフランス語圏でもある。中世以降は、リエージュ市教領の首都としても、学問や政治の中心地であった。また、第一次世界大戦では、ドイツの侵略に対抗する、記録的な激戦地となっている。そして、全国王アルベール2世が、即位前までは、リエージュ校の儀礼称号を有していた。そのため、 リエージュ人のプライドの高さと周囲と区別する閉鎖性には特筆すべきものがある。こうしたことが背景にあって、リエージュでは芸術は非常に大切にされており、リエージュ国際芸術祭が毎年1ヶ月間にわたり開催され、独創的な芸術作品が上演されるなどしている。リエージュ劇場の本館は歴史的建造物として登録されている。また、 本拠地から数百メートル離れた場所には一つ目の別館、フォンクがある。可動式の客席を備えており、様々なジャンルや形態の上演を可能にしている。2013年に本館の敷地内に新しく建設された二つ目の別館には芸術作品上映のために近代的設備を持つ大ホールと小ホールが用意され、 その他に、視覚芸術の展示スペースやレストラン、バー、書店などが備えられている。2015年8月13日、2020年、東京オリンピックの公式エンブレムが、リエージュ劇場のロゴと告示していると指摘された問題で、リエージュ劇場及びロゴのデザイナーのオリビエド・ドビは、 国際オリンピック委員会を相手取って著作権の侵害とエンブレムの使用差し止めの訴えを地元裁判所に起こし受理された。リエージュ劇場は公共性の高い劇場であるため商標登録などとは無縁であり商標権をめぐる裁判ではなかった。リエージュ劇場側の弁護士はベルギーとルクセンブルクの知財権法の制定にも関わりベルギー経済省知的財産 著作権会議の元メンバーであり、法律家著作権アブダベルギー協会会長、ベルギー自由大学教授のアラン・ベレンブームであった。さらにベレンブームは IOC の本部があるスイスでも提訴を行う用意をしていることが報道された。ありがとうございます。